五芒星群の本陣風の里にて五芒星群魔界水軍魔界少女剣が一時的に同盟を組もうとするが、葵の所在をめぐって戦いとなる。戦いの最中に真田重勇士が乱入し混乱状態となり、その隙に魔界衆が葵を連れて逃走する。闇の丘で倒れている高山ウコン、そこに現れるルイス・フロイス。もはや用済みとなったウコンを始末するため、フロイスはウコンに襲いかかる。さらにイーブルも現れ、ウコンは倒されてしまう。死の丘にいる黒魔術軍の前に現れる前田刑事、越智康成、ズル姫、かつての仲間である霧隠れ才蔵を取り返すため黒魔術軍に戦いを挑む鶴姫たち。刑事は自らの命を懸け、飛動丸に2度目の活性岩を自身に打たせ戦う。死闘の末、刑事は才蔵の呪いを解くことに成功する。しかし刑事の体は限界を超えており、才蔵に死を悟られないようにその場から姿を消してしまうのであった。